36,000。フィーバー一瞬だね。お、チケットゲットですってね。もう意味ないっちゃ意味ないんだけど、あーでも横取りをあと5回やると、ミッションで15回勝利すると80ポイント、シャドウサイドコイン G がゲット。はい、妖怪ウォッチプニップにやっていきます。今回はこの追加マップですね、新マップの桜本町夜について、ジャオカイラ、洞穴、スザクについて、不動明キッズなしで攻略していきたいと思います。まあ、玄武いるけどね。で、あとガシャですね。先日ミッションで、シャドウサイドコイン G、ゲットしますしてないか、これからゲットか。これでね、シャドウサイドコイン Gゲット、横取りチケットもゲットで、これミッション見ると追加ミッションね、300アイポイントとか横取りチケットとか700アイポイントとかシャドウサイドコインとか結構すごいですよね。はい、じゃあまずシャドウサイドコイン G 回していきましょうかね。これずつで1回運を使って、何が出ますかね。うん、E ランク出ましたね。お、ジミーがカンスト。そして、行きましょう。G。スザクが欲しいな。これはまさか。圧倒しじゃなくても出るかな。うん。番長。なんか番長とロボニャン WO が出る確率が高い気がする。まあそうか。はい、ちなみに中身見とく。シャドウサイドコイン G ってね、結構いいんだよね。みんなみんなだもんな。まあこの辺の S がやっぱ多いよね。 A もあるもんね。はい、あ、で一応メンバーはこんなメンバーで来ます。一応特攻がね、ゲームがあれなんだけど、水地が技レベル5、玄武が技レベル2で、リンネでしょ。でバンが復活のスキルがあるからよろしくよ。で、あと土の怖いポイント要因ということで行ってみましょう。1日5回だからね、貴重な貴重な1回。まあ横取りチケットもういらねえからな。何が一番いいんだろう。ヒットポイント7万、キッズあった時楽勝だったんだけど、どうでしょう。286、ゲームぐらいですよ。バンゴーで全部大手で全然減らない。65,000、これでも全然倒せる。まあ貝だわね。なんか全然大丈夫だな。土の子を負けで、オッケー。まあ彼は一応、うわ、チケットがいいな。あ、チケットはもうこっちはゲットしてるからいいのか。50ポイント。まあ、不動明いたらもうちょっとね、あれっすよね。で、次が洞穴。洞穴さん。お邪魔玉がある。お邪魔玉といえばリンネ。で、ご褒美もう一回見ると、洞穴はシャドウサイドコイン落とすと。カイラはエンマコイン G が欲しいかな。
超必殺遺伝書。まあ、やっぱスザクだな。激ムズだけど。じゃあ同血同じメンバーでいきましょう。82,000か。これも必殺。フィーバーいったら必殺。まだにも敵が30しかない。ゲームでは盛り上げてます。じゃあ、あ、そっか、そう、フィーバーがちょっとしか打てないんだね。64,000、36,000。フィーバー一瞬だね。おっ、チケットゲットですってね。もう意味ないっちゃ意味ないんだけど、あーでも横取りをあと5回やると、ミッションで15回勝利すると80ポイント、あのシャドウサイドコイン G がゲットできるんで、それはいいっすね。はい、チケットがやっぱ横取り待った人は偉いんだな。2枚。はい、じゃあ最後スザク。これはね、攻撃力アップを打ち消されちゃうんだよね。効果も無効化。風を起こしてパズルの邪魔。必殺無効化なんで、まあ、必殺関係なくどんどん打っていきましょう。行くぜ。フィーバーが来たら打ちまくる。貴重な5枚。フィーバー、ロアに苦しみなさい。これで66,000、24,000、やばい。降りてる。64,000。え、これ64,000。急げ。おわ、復活のスキルが役に立った。神経験じゃなくない。まあとりあえずギリ倒せましたね。まあもうちょっと強くした方がいいな。あ、95ポイント。これキッズあったらもっといいんだろうな。はい、まあ、こんな感じですかね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今回はスザク、ゲンブじゃねえや、スザク、ジャオカイラ、同血と倒していきましたね。はい、またこのね、横取りに成功してこのね、シャドウサイドコイン G も15回なんとかできるようにね、毎日5回だけですかね、やれると思うんですけど、まあ、チケット多分ね、1日1枚落ちると思うんですよね。だからそれでちょっとやっていきたいと思います。あ、そうだ、あとですね、ミッション、ちょっともう一回追加されてるんですよね。この夜ね、ここでもチケットゲットできるみたいなんで、これはいいっすね。700ポイント。だ20回だから、まあ1日5回だからね、これも4回、4回やればゲットできるんで、ちょっとね、
チケット落ちますね。はーい、はい、じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。